落語の曲平成名人10人集は2006年11月9日から2007年3月29日、毎週木曜日3時15分4時10分にテレビ東京で全20回放送された演芸番組。後に2007年1月13日から毎週土曜日18時55分で BS ジャパンで放送開始。2007年10月18日から毎週木曜日18時55分に再放送。その後、BS ジャパンでは2008年、2009年にも幾度か再放送されている。日本の話芸を牽引してきた古典落語に焦点を当てて、その伝統と歴史に鍛え抜かれてきた至芸を平成の名人10人集と題して放送。番組前半に当日出演の落語家のインタビュー等をドキュメント風に短く放送。インタビュー部分終盤は当日放送の演目についても話す。一人の落語家が2週連続で出演。毎回、東京、深川江戸資料館小劇場で収録した落語演目を長考で一席放送。時空を超えて愛されてきた庶民の文化、落語そして寄席に集う観客たちを抱腹絶倒の渦に包み込む名人、上手のいぶし銀の話芸。大看板が繰り広げる笑いと人情の物語さ。その醍醐味をたっぷりとご覧あれ。落語の曲自集の出演者のインタビューやロケ中の一部を短く予告放送後、落語の曲。この番組は落語本来の魅力を損なわないために出演者の講座をそのまま放送しましたと文字テロップで表示。インタビューの最初には、そのインタビュー全体のテーマとなる言葉が文字で表示される。演者のインタビューは、落語家になった経緯や修行中のエピソード、落語に対する思い等、インタビュー中に、画面には、子供の頃や、修行時代、講座風景等の昔の写真等も写されていた。インタビュー終盤には、当日放送となる、落語演目のこと等についても話す。インタビューは、演者の自宅や、事務所、行きつけの飲食店や、落語の演目によりのある、場所等で収録しており、プライベートな表情等も多く映し出されている。インタビューは、小型 VTR カメラを持ち込んで、カメラマンやディレクター等が数人で撮影。インタビューの聞き手は、ディレクターか、番組構成作家なのかは不明だが、放送回によっては、インタビューの質問等の声も放送されていた。落語の収録は、東京、深川江戸資料館小劇場で、公開収録の形で行われ、全3回開催された。1回の公開収録で3人の演者が出演し、それぞれが落語を2席ずつ長考で演じた。1人の演者が40分を超える長考を2席演じており、休憩を挟んでいるとはいえ、最低でも5から6時間を超える収録であり、収録に参加した観覧者には相当に辛かったはずである。長時間の収録で途中退席する者もおり、観覧者が少ないので、舞台正面の座席に集中して、観客を入れて収録していた。当初、第3回の収録では、六代目、三遊亭円竈が、甲府井武の水仙を演じる予定で、番組スタッフとの打ち合わせは、済んでいたが、収録日間近に、病気のために、急遽出演をキャンセル。代わって、八代目三笑家小勝が出演。落語の曲平成名人10人集 DVD シリーズ。全10巻収録時間98分。カラー、16:9。オリジナル 2.0CH ドルビーデジタル。片面一装。日本語発売元。販売元。ポニーキャニオン価格3150円。ありがとうございます。